で俺はもう本当嫌われてたから、あの人がコーチの時にもう俺結構小競り合いしてたから、森保さんが続投するみたいなのは、うんうんうん、あのいいなと思いました。うんうんうん、こういう4年に一度4年に一度全部変わってんだよね、うん、でも森保さんでいいのかっては思ってた。おばんおばんおばんざいおばんざいバーン、おばんざーい。本日のゲストはジョー・ショウジさんです。どうもよろしくお願いします。おばんざーい。おばんざいやってくれるんですね。いやいやいや、もうやってくれるんじゃなくて、もうどこで会ってもおばんざいってやるからですよね。ほんとばんちゃんね。だからその最初で言うと2002年、うん、僕がヴィッセルに行きまして、はい、うん、でその時に、はい、ジョーさんが、はい、マリノスからヴィッセルへとね来て、だってあの時のメンバーすごかったでしょ。いやー、フォワード、バンドリュウジ、ジョー・ショウジ、岡野正幸、三浦知良ね、歴代のすっごい総得点すごいメンバーが集まったっつって全然結果出せなかったから全然結果出せね、全然ダメだったっていう、ね、あの時当時川勝さんが、はい、まあ監督で、そう、まあどういう風に使うんやと、うん、でまあね、あの僕があの時22歳ぐらいで、あ、そっか、そんな分かったか、カズさんが、うん、だから34ぐらいかな、そうだね、多分その辺だね、うん、で、庄司が俺が26、7ぐらいじゃないかな、3トップ、うんうんうん、結構2トップやってたけど、じゃあ2トップやったら誰か使われへんから、そう、3トップね、3トップやってて、バンドが1トップして、うん、そうだね、で、カズさんが左のウィングして、そう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 、ジョー・ショウジ右のウィングみたいな、ね、そうそう、ほんとね、いや俺でやったことねえよと思いながらもさそうそうそうそれうまくいくわけないよねっていうねあれなんで庄司がワントップじゃなかったのね。ねえ、なんでだろうね。若勝さんから、うん、そう言われたのは結局、うん、どこ行ってもいいよ3人でこう、うんうん、ね、確かにポジションチェンジしてもいいからっていう形でいろいろ言われてて、うん、まあ右に最初配置されたんだと思うけど、俺はあんまりああいうとこやったことないからさ、どうやってやっていいのかなって、その時は俺もこう22歳で、うん、ここでこう結構残して、うん、カズさんと、うん、庄司というこういう今まで代表でやってた人たちに勝たないといけない、うん、みたいな、あ、そういうのあったんだ、うん、だから自分が点取らなあかんみたいなんで、うん、どこ行っても言いながらも、うん、結構ゴールに一番近いところに、ね、言いながら、うん、でもあんま機能せんかったな、なかなか難しかったよね、結構中盤ね、うん、平野隆とかさ、望月重吉とかね、いろいろいたんだよね、西谷正也、そう、正也とかさ、うん、メンバーは結構いたんだよね、まあだからむちゃくちゃやったよね、バランスが、まあそう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 、3トップで両ワイドが岡野さんと西谷正也とか、そうそうそう、ああそうだね、で望月重さんいて、そう、で、ね、土屋バウルーがディフェンスにいてとかね、そうね、そうそうそう、シジクへいて、そう、賭けがゴールキーパーでね、賭けが、でも結構、まあ、吉村浩二がね、そう、右サイドバックとかいてとか、うん、まあ、バランスすごい、まあ、うん、いい選手はいたんだけど、うん、バランスがこう崩れてってね、で川勝さんが途中でね、途中で解任されて、ね、解任になって、で俺は川勝さんに呼ばれていったのよ、俺もそう、そうでしょ、俺もそう、そう、うん、川勝さんに呼ばれていったから本当申し訳ないなと思って、うん、そう、そしたらコーチでいた松田さんがね、松田博さんが監督になって、うん、で俺は松田さんになってからほぼ出てないほぼ出てない、あれ松田さんは442がもう大好きな人やったから、うん、そうだね、そう、442でやるフォワード2トップ、うん、カズさんと俺やったんかな、カズバンドで、俺はもう本当嫌われてたからあの人がコーチの時にもう俺結構小競り合いしてたからねそう、松田さんはやっぱりしっかりこういろんなこう物事をこう把握してこうわっと言いたいタイプ、うん、で俺そういうの嫌だったから、うん、うるせえよとか、まあいろいろコーチとね選手の関係でやってたら、もう人として嫌いだったんだよ俺いやだから松田さんの方が嫌いだったと思う俺のこと、そう、露骨に変わった瞬間から俺一切出れなくなって、いやでも優しかったけどね庄司は、俺本当に優しいなと思った、ワールドカップ出てて、うん、もうスペインバジャドリード行って、うん、あのバジャドリードの試合も俺生で見てたからね、ああ本当、あの開幕戦、ああそう、うん、だから、うわっ庄司やみたいな、一緒にできるみたいな、本当で、はあ、まあみんなに庄司庄司って呼ばれてるから、そうだね、え、4個上なんかな、そうだね、4個上、これ俺も庄司って言えるんじゃんってうんうん、そうなんだ、うん、そのまま庄司ってなんか一回言ったら、うん、スッと流れたから、うん、あ、これ言ってもええんやん、あ、いいんだ試したの、いや、試したの、いや、俺もすごい気になったわけよ俺で、俺4つ上なのって思うから、もうワンはいつも庄司庄司って言うわけよそう、だから、あ、もう庄司だよね俺でも先輩だよなって、で、
カズさんにはカズさん。いやいや、それはまあ。ねえ、言うね。そう。俺、先輩だけど、庄司って、あ、そう。俺、バンちゃんって呼ぶしさ。バウルーとかは、うん、まあ、ニックネームみたいな感じで、バウルーって言ってたよね。うん、そうだね。先輩と思ってなかったか。いや、もう、大先輩って思ってないけど、こう、うん、なんかそれを、出してしまったら、うん、自分がもう負けてしまうみたいな、うん、まあ、なんか若いながらに多分あったってもう最初から言われてる感じがしたからだから全然俺気になんだし、あ、だ普通はジョーって言いやすいじゃん、うん、そうだけど意外にそうサッカーのメンバーは庄司庄司って言われるんだよね、うん、あ、なんか本当に仲間みたいな感じで、うんうん、でもグラウンドの中でカズカズカズって言ってたから、うん、そう、おばんざーい、キリンチャレンジカップ、はい、ちょうど終わりましたんで、うん、この2戦、うん、あのちょっと振り返っていただきたいなと、うん、そう、ね、どうよバンちゃん、俺、まあジョーチャンネルではどうかわかんないですけど、うん、森保さんが続投するみたいなのは、うんうんうん、あのいいなと思いました、うんうんうん、今までの、まあ、4年間の流れと、うん、ワールドカップの流れ、うん、ワールドカップで、まあ、ドイツスペインに勝って、うんうん、まあ、ベスト16で、うん、8に行けなかったですけど、やっぱしっかりと結果を残した、うん、とは思うんです、うん、そんな8なんて、うん、簡単にいけないじゃないですか。いけないよね。98年初めてワールドカップ出てから、ね、うん、あの時どうでした？そうね、アルゼンチン、クロアチア、ジャマイカも強かったしね。でしょ、うん、まあ、J リーグも含めてそんな空いてる監督とか、うん、やれる監督っていないなって考えたら、うん、まあいいんじゃないかなと思ったんですけど、ね、俺もすごいそういう理論がいいと思うの、うん、昔から言ってて、うん、これ4年に1回っていう区切りをすごくつけたがるじゃん、うん、じゃあ4年に1度監督が変わります、そしたら監督のサッカーも変わる、うん、ね、メンバーももちろん変わっていく、うん、こういう4年に1度4年に1度全部変わってんだよね、うん、と長いスパンでね、うん、12年でもいいし、うん、やっぱりこう2大会3大会連続でやっぱ同じこう監督でね、そうにやっていくともっともっと積み上がっていくんじゃないのって俺は思って、うん、もちろんそれはもう昔から思ってて、うん、でも森保さんでいいのかっては 思ってるわけ、うんうん、だからもちろんいろんなことを考えてるし、すごくいろんなねこうチームマネジメントも頑張ってやってるんだけど、うん、でもそれだけのやっぱり経験値と、うん、まあ結局世界を戦ってないし、うんうん、ドイツそしてスペインに勝ったよね、勝ちましたよ、あれは本当にすごかったと思う。すごいです。これは結果だと思う。うん、その前の積み重ねとか、まあ、その後のことを考えると、俺はちょっと森保さんでは、もうこの積み重ねが難しいんじゃないのかなってすごく思ってて、うん、で、コーチ陣もちょっと一掃して、うん、プラス俺はなってると思ってるから、だから今後は楽しみだなっては思ってるわけ。うんうん、だけど、この間ウルグアイと、で、コロンビア、いろんなの試したじゃん。試しました、ね。珍しく。もう、鎌田大地ボランチにしたりとか。そう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 。今まであんまりやらないことをやったりとか、うんうん、で招集したメンバーを結構使ったでしょ、うん、いつも使わなかったんだよ、でもこの2戦はすごい使ってるから、だからいいなと思ってて、七海さんの意見とか、うん、結構入ってるんかな、俺はね多分まだ入ってないと思う、うん、まだ入ってないかな、そう、まあ、鎌田一ボランチにしたりとか、ああ多分ね、鎌田のところは俺多分、うん、多分七海君言ったと思う、多分ボランチなりのいろんなこう視野が広いし、うん、ボールキープできるし、うん、っていうのは多分俺七海君の意見だ、うん、あと神投入されたでしょいきなり、よくよく考えたら七海君じゃないかなと思うんだよ、ベンチワークを見てるとすごくねいろんなメモしてんだよね、うん、でいろんなことを話しててこうやってやってんだけど、うん、多分やってないポジションっていうかシステムとポジションをこう組ましてる、うん、あれを結局紙に書いて、うん、これ試したらっていうのを七海君が俺監督に言ったんじゃないかなと思うんだよね、うん、まあだからいろいろ賛否あるじゃん、やってないことをやるなよっていうのもあるし、うん、だけど俺はね逆なんだよね、うん、もうだってもう一回スタートじゃん、うん、こっから、うん、で4年後に向けてやらなきゃいけないし、うん、今度予選は関係ないでしょ、その4年後の本大会に向けて積み重ねればいいし、うん、でメンバー一掃したでしょ、ちょっとそうね、おっさん組をちょっと年齢、おっさん組ねおっさん組ね、そうでメンバーが変わればさ、サッカー難しいでしょ、いや難しい、うん、全然最初のスタートは良かったんじゃないかなと思うし、うんうんうん、まあこっからじゃあどうすんのっていうのを積み重ねられれば、そうね、変わっていろいろチャレンジするのはいいよね、そういいと思う、だから今までその見てる人たちは、うん、鎌田大地ボランチ使ったらいいやんとか、うんうんうん、例えば三笘伊東純也でなんかこう両サイド槍でやってみたらとか、うんうんうん、いろいろ多分思ってたと思うよね、そうだね、うん、で結局その人たちってさ、やっぱワールドカップからの積み上げを考えて多分見てるから、うん、積み上げられてねえじゃんみたいな、そう、まあ確かにね、森保ダメじゃんってなってんだけど、俺は今回は違うと思ってて、うん、あれは積み上げるっていうか、そっからのこう先じゃなくて、もう一回一、うん、回ちょっとリセットだから、そうね、少しレベル下げて考えて、うんうん、でそれから最初4年後に今までのこの大会よりも上に行くっていうのが多分目標だと思うからさ、うん、
だからもうちょっと長い目で見てあげてほしいな。バンクーナガンデとかさ、左サイドね。カシフ。カシフ。うん。うん、俺 FC 東京の時よりも良かったと思う。確かに確かに確かに。そう。で、三笘も逆に気使ってさ、うん、ちょっと中入ったりとかさ、うん、そういろいろって彼のやっぱりこう良さを出してあげようと思ったとかさ。うん、だからそうするとやっぱコンビネーション生まれるじゃん。うん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 、結局横やりでさ、バーンって行ってくださいお願いしますじゃなくて、うんうん、やっぱりもっともっとやっぱコンビネーションができれば多分両サイドもっと生きるだろうし。そうね。まあ、だからそういった部分では俺は OK だと思うんだけどね。おばんざーい。ななみさんとか良一がこう入って、うん、まあ、ワールドカップ経験してるコーチがいて、そうそうそう、うん、ってなると、うん、なかったの話、まあ、あのね、全くない全くないちょっとない。そうそうそうだけど前にあったのはその、うん、フォワードの育成っていうかさ、うん、フォワードのピンポイントでそういうのっていうのはなんか一回要する、うん、前はね、寄せが一回あって、そうだけどちょっと行けなかったから行かなかったけど、コーチ陣にもあのワールドカップ経験してるメンバーも入ってきてるっていうこともありますので、うん、まあ、ちょっとその辺も踏まえてですね、うん、森保二次政権をですね、うん、この後は上チャンネルの、はい、あ、今回はおばんざい屋と、はい、ね、おばんざい屋さんと上チャンネルの、はいはい、まあ、コラボという形でね、はい、やらせていただくので、上さんありがとうございました。ありがとうございました。いくぞー、1、2、3、おばんざーい、おばんざーい。まあ裏話だけどね、受かるって言われてる。フォワードって一番考えてると思う。 ねうまい加減決めろよこうして超怒られてそうそうそう、フランスワールドカップは初めて出場してね、うん、日本って何が世界に通用して、うん、で何が通用しないんだ、俺見えてこないの。